1年生期待の新星現れる。星見つくように続く新たな才能か。か、扱い大きいなぁ。大げさだな。本当、もう。ところで、日向さんの方は？姉の方がシフト多く入ってくれて、うちが抜けられてほんと助かってる。バイト入ってくれてよかったよ。すごいわね、あやめさん。対象ではないにしても、扱いがそれより大きいじゃない。この殻を破ったなんて言ってる審査員は知り合い？別のコンクールでも審査員やってた人で、授賞式みたいな時に会ったことあるかな。いろんな審査員のコメントが来てるけれど、技術やテーマとの相性だけではなくて、この絵で表した一瞬の表現力が受賞の要因ってことなのかしら。すっごいなぁ。家の方で作業してたから、その絵の本物を見たことないのが惜しいなぁ、これ。学校に戻ってきたら飾られるでしょうから、その時に見に行けるわね。自分の絵がいろんな人に見られるっていうのも、それを私が見るのも、全然慣れない。将来性を感じさせる才能とか、ベタ褒めすぎて怖い感じすらあるな。たまたまだと思うんですけどね。私はお姉とか蓮くんみたいにちゃんと描けませんし。ところで池永くんたちは、残念だな。妹の方がすげえってのは確かだけど、別にコンクールの一つや二つでどうこうなるわけでもないしな。正直、物作る世界なんて、できたものがどうであれ、それを受け取る側がどう見てどう評価するか、みたいなところあるし。うちらくらいの年でコンクールとか出してくと、そろそろ大人も混ざるし、真面目にやってたとか、頑張ったとか、その辺はもう関係ないからな。だよね。一番わかってるの、お姉というか、昔からそういうこと言ってて、私正直、小さい頃マジかよって思ってたし。とはいえ、人間なかなかそこまで割り切れるものでもないと思うのよね。理屈と感情って必ずイコールになるものではないでしょ？ともあれ、それはそれとして、あやめさんのお祝いとかしてもいいかしらね。せっかくの受賞と評価ですもの。まあ、お祝いは大事だけど。後輩と姉の方は残念ではあったけどな。お姉、大丈夫かな？
で頑張ってきたのにさ、私なんかより。うん、そうだね。夕飯前のあのお店の匂いはお腹空いてる時には辛すぎるよ。こう思わずせっかく稼いだバイト代をお店に還元しそうになるよね。お金の循環が成立しかけてる。うん、まあ蓮くんのご飯が待ってると思えば我慢もギリギリできます。はい、これお土産のケーキね。大丈夫、ケーキはご飯の後のデザートだから。というかバイトする前から買ってたからね。何が大丈夫なのかよくわからないけど、おねえ、甘い匂いに我慢できなかったか。違います、あやが賞を取ったお祝いです。いや、お祝いは今度ちゃんとやるけど、前祝いみたいなやつです。あんま生意気言ってるとあやの分も食べちゃうからね。ごめんなさい。ありがとうございます。ケーキ分けてください。ショコラありますか？うむ、チョコ系尽くしなのでアヤから好きに選ぶといい。やった、お姉大好き。割と愛してる。うん、私もレン君の次に愛してる。うん、知ってた。池永、入学した時よりも人相が悪くなってるよ。いや、理由も大体わかるから、そんな顔になるのも無理もないと思うけど。いいよ、気持ちはわかる。僕もクラスメイトというか友達の彼女の扱いに対して思うところがあるからね。入学時から星見つくよの再来なんて言われてたのを裏付けた形になったわけだ。すごいよね、あやめさんは。本当にね。しかもそれを言ってるのはまだ悪意のない方とか言うのがたちが悪い。池永は機嫌悪くなると静かに目つき悪くなるんだよね。溜め込むよりよっぽどいいと思うけどね。それにあの辺はなんていうのかな、やっかみ、そういうのもあると思うんだよね。最近付き合い始めの二人に気を使って、あやめさんがあんまり一緒にいなかったからね。それは本気じゃないよね。噂好きは彼氏ができて遊んでた姉と真面目にやってた妹みたいなドラマがお好きみたいだからね。池永は言葉より目つきが悪くなるな。ともあれ、言いたいのには言わせておくしかないんだけどね。その一番気にする人の様子は？
どうすればいいと思う？蓮君。じゃあ聞くだけ聞いてくれる？私が考えてることをお姉が分かってないなんてことまずないからね。だからこうやって自己嫌悪で死にそうになってるんだけど。私さ、絵を描くの上手いってよく言われるじゃない。私より何倍も絵を描いてるお姉より私の方が賞を取ったりするでしょ。それが昔からお姉にその悪いなって思ってて、すごく勝手な考え方だし、お姉がそんなに気にしてないみたいではあるんだけど、だけど周りは好きかって言うし、それが多分私の方が嫌で、実は今の学校も入るつもりなかったんだよね。普通科のとこ行って、絵はまあ趣味くらいっていうか、ガチで続ける気あんまなくて。そうだよ。しかもお姉と一緒に受けたここは特待生で合格してるし。私、絵は得意みたいだし、今まで不真面目だったつもりはないんだけど、特待生なんていいのかなって。だけど、こう本当に私が賞もらったりしてていいのかなみたいな時もあって、今回なんて本当それでいつもより確かになんか書いてた時の調子は良かったんだけど、割と遊んでたし。本当に絵が好きなのも頑張ってるのもお姉で、私はお姉のおかげで絵を描いてるのに、なんで私とお姉を比べてお姉のことを悪く言うのかなーって好きだよ、蓮くんよりお姉の方が好きだし。私が絵を描いてるのもそれしかできないっていうのもあるけど、お姉のことが好きだから一緒にやってるんだもん。なんで蓮くんはさっきから私を慰めてるの？もっとお姉の味方してよ。男の子のツンデレはあんまり良くないよね。蓮くんってほんと、そういうとこ下手。最初からそういう風に言った方がいいよ。だってさ、下手に優しくされたら、お、なんだ？私のことも抱く気か？みたいに思っちゃうよ。その予定があっても困る。一応言っておくと、弱ってる時に優しくされると、割と困るからね。もっとも、本当に蓮くんとそんなことしたら、終わった後死にたくなると思うけど。
わかった。次学校行ったらそうする。